動画をご視聴ありがとうございます。今回はタレントの薬丸裕英が手越祐也の記者会見を受け怒りをあらわにしたことについて紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。25日放送のフジテレビ系バイキングでは、23日に都内で記者会見を行った手越祐也32の話題を取り上げた。薬丸裕英54は、手越の会見での発言、コロナウイルスを移されても面倒くさいのでについて、まず115分、一人で喋ったのはすごい。一つの才能だと思うけど、僕が、イラッとスイッチが入ったワードがあって、そこからは平常心で見られなかったとまず話し、続けて、コロナって、かかりたくてかかったんじゃない人もいるわけじゃないですか。なってしまった人がいて、ご家族がいて。そういう人たちがこの映像を見たら、どう思うのかな、と疑問を呈した。さらに、僕は、身近な大切な人を亡くしているので、と。新型コロナウイルス感染症による肺炎で亡くなった女優岡江久美子さん、享年63の名前こそ口にしなかったもののぽつり。その時は許せないって思いが先走っちゃったけど、世の中、人にうつさない、医療崩壊を起こさない、医療従事者の負担を減らそうって自粛していたわけでしょ。それが、手越は医療従事者の方と銀座で、女性と、意味がわからない。そこからは怒りしかなかったですね、と声を震わせて話し、こういうことって普段から思ってないと出てこないんですよ。言い訳になっていない言い訳。そういう言い方も僕には受け入れられなかったですと話した。この記事を受け、ネットでは様々な声が上がっている。感覚、価値観、想像力、思考回路、すべて手越ワールド。本人には批判も非難も理解できないんだと思う。ストーリーの嫁と似ている。コロナウイルスを移されても面倒くさいので、30代の大人が発する言葉ではない。やっくんが言うように、コロナも緊急事態宣言もステイホームも自分には関係ない面倒くさいことって思ってたんでしょうね。もう手越は見たくありません。手越は、石田純一と同類だな。自分のやりたいことは、やるし批判をされても、自分なりの論理で、自分の行動を正当化し、全く悪びれないし反省もしない。と、様々な声が上がっている。皆さんは、今回の記事をどのように感じました？